こんにちは、講師の伊藤真理です。今日は、コラム的な内容として模試の活用法についてお話ししたいと思います。今日動画ですごく伝えたいこととしては、みんなが見ないような大問別のね、細かい模試の、成績表、そっちをね、ぜひ見てほしいと思います。じゃあそこを見てどういうふうに復習したらいいのかって話ですよね。よくありそうな、復習の仕方、もし帰ってきて、で、あ、この問題できなかったな、あ、いや、この分野苦手なんだな、じゃあ答え見て解き直してみよう、ノートに答え移して、なるほど、そうやって解くのかっていう復習、つまりその間違えた問題だけを復習する。これじゃあその問題の答えは分かっても、その後苦手克服にはつながらないんですね。じゃあ苦手克服のためにはどうしたらいいかっていうと、間違えた問題からさらに深掘り、そして自分の勉強に落とし込んでいくんです。この問題1問間違えたってことは、その表面的なね、この問題っていうレベルじゃなくて、さらにその分野の、基礎の基礎の部分に苦手が潜んでいるんじゃないかっていうふうに考えてください。例えば数学で、じゃあ整数の問題間違えたんだったら、たまたま間違えたんじゃなくて、実は整数の基本的な考え方分かってなかったんじゃないかな。1年生とか2年生でやったような基本的なね、公式とか、あとは考えるときに必要なところとかが、あれ、抜け落ちてるんじゃないかな、そういうふうに考えてください。そしてその問題だけじゃなくて、分野全体の復習をする。例えば今まで使ってきた問題集を使う、あとは教科書に載ってるような基本事項の確認をするっていうふうに、模試の問題の属する分野全体の復習をぜひしてあげてください。そうすることで、できなかった、苦手だなって分かった分野の復習、そして苦手克服がしっかりできると思います。これが、具体的な模試の復習方法ですかね。で、そういった時には、まとめノートとか、できなかった問題をまとめるメモ帳とかを作っておくと、入試本番の、直前とかにもすごく役に立つと思います。じゃあ模試に関する話、もうちょっとしたいと思うんですけど、模試の成績が悪かった時にどうするかっていうことですね。私も模試の成績が悪かった経験すごくありました。私すっごい模試たくさん受けてきたので、その中では当然 E 判定とか D 判定もたくさんありました。なんですけど、模試の成績悪くて、判定が悪くて、それで自由しないでください。成績が悪い、間違えた問題がたくさんってことは、それだけ他の人よりその模試を有効活用できるっていうことなんです。やった、他の人よりこの模試をうまく使って、で、改善するところがいっぱいあるぞ、この模試から学べることがたくさんあるぞっていうふうにポジティブに捉えてください。冷静に自分の状況、あとは成績の状況っていうのを判断して、そこから、じゃあこの間違えた部分全部、この分野全部苦手克服してやるぞっていう強い意志を持って、模試の成績表と向き合ってほしいなと思います。じゃあ最後にですね、私の体験談を絡めて、もう模試が入試に役立った体験っていうのを話そうと思います。私は二次試験の直前にもちろん過去問をやったんですけど、今まで解いた記述模試の解き直しをしました。一回解き直ししてるんですけど、その解き直ししたものをもう一回見たりとか、あとは解き直ししたやつをもう一回解き直してみるとか、そういう感じで使ったんですね。これすると何が良かったかっていうと、一回自分がもう解いた問題なので、自分の教材になってるんですね。なので、自分がどこを大事にしてきたかとか、本番ではこういうふうに解けばいいんだっていったような自信につながったんですね。どんな教材よりも自分自身が使いやすい教材になっていたっていうところで、模試がすごい使いやすい教材になりました。模試って本番にすごく似ている問題でもあるので、二次試験の直前に模試を解き直しすることで、本番でもしこの分野が出たら、あ、そうだね、こういうふうに考え方組み立てていくんだったとか、あ、最初のアプローチこうやってやるんだった、得点につながる記述の書き方って、そうだそうだ、こんな感じだったんだっていう風に、二次試験本番の直前までどういう風なモチベーションで、どういう風な考え方をして、どういう記述をすればいいのかっていう本番に対する練習、自分の頭の中の整理っていうのをすることができたんですね。っていう風に、私は模試の復習をすごく大事にしていたんですけど、二次試験直前まで模試をすごく活用していました。これが私の体験なんですね。どうやって復習するのかって、復習の方法、そして模試の成績が悪かった時にどうするのか、最後、模試が実際に役立った経験っていうのを話させてもらいました。ここまでこんなに話してきたので、少しは皆さんに模試の復習の大切さ、あとは模試を受ける時になんとなく受けちゃダメなんだよってことが伝わったと思います。なので皆さん、
今まで帰ってきたもしあると思いまして、それでなんとなく成績だけ見てそれで終わりにしちゃってたものがあったら、ぜひ今すぐにでも復習を始めてください。そしてこれから模試を受けるっていう人は、その模試本番の問題ではどうするのかっていうところを気をつけて解こうとか、そういった模試に対する目標設定、模試を受けてほしいなと思います。じゃあこれで、今日たくさん模試の大切なところ紹介してきたと思うので、皆さんこの中から一つでも参考にして実行してほしいなと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。